はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。参加使って無課金コレク。今回ね、来ましたね。まあ今回で一番重要な、個人的には一番重要なガシャですかね。一日ガシャか、やっていきましょう。バリカタですね。バリカタ必殺技強い、デカポに降ってくるも強い、ダメージを受けた時技ゲージアップ、これ私好きなんだよね。結構あの特攻なし攻略ね、勝手に反撃クールからこれで勝手に溜まるんだよね。で汚れにダメージアップ、多聞天ね、多聞天の特攻ですね。そして一番重要なね、プニカミの間のレアのね、ダメージアップダウンなんでね。はい、行きましょう。邪神カチカチは増長天と、これは四天の間か。はい、行きましょう。まあ、今回結構四天の間がね、みんな強くなったんでね、行きやすいんでね、いいんだけど。いやー、バリカタゲットしたいなー。明日がレン君のね、超アップ来るので、どうしようかな。30連やったらなくなっちゃうかな。まあいいや、ちょっとやってみましょう。明日の分残しときたいけど、一応ね、35の7、8ですね。漢方まだ、使っとらんって感じかな。あ、でも500ポイントあるからなんとか明日4500たまるかな。行きましょう。30回してもいいな。まあちょっと割り方だけ欲しいんだよな。ちょっと運落として、いやいいね。ネガティブンチャンス、最低ランクからの、まあちょっとね、もうご褒美の倍がなくなってしまったんであれなんですけどね。さあ金いきましょう。なるほど、せーのドン、遺伝書。さあ20連目。ちょっとね、三赤バリカタ好きなんで、ちょっと三赤か軽く回しましょうね。メインがダメでもちょっとサブ赤も10連ずつぐらい回したいと思います。せーの、ドン。あかんか。さあ、ラスト。いいのかな、やっちゃって。たまるか、4500ぐらいなら。ダメだった。バリカタ当てたかったな、金。うれ。これ欲しかったな。ここで逃すともうラストチャンスまで。30% ほかしあるかな。まあでも最終回イベントだからな、復刻も含めて、まあこんな強いキャラそう簡単にゲットできないよな。まあちょっとサブアカ行きましょうか。じゃあサブアカ行きます。今回サブアカでもなんか運が良ければクリアできんじゃねえかっていうのと、ちょっとウォッチがね今回あるので、まあちょっとサブアカも少し参戦しようかなと思っておりますね。ね、これ月曜日からつけたよね。はい、じゃあ2番目いきましょう。はい、これ2番目のアカウントで35の7の7かな、漢方3個だね。まあ1個ちょっとね使っちゃったんだけど、このアカウントだけなんだよね、漢方ドロップしたの。あれ3番目な、いやこのアカウントだな、このアカウントだけなんだよな、ドロップしたの。あとは1回もドロップしてないんだよね。いや、このアカウントがね、レベル2で落ちたんだよね。だから落ちんのかなーなんて思ったら全然落ちなかったね。さあ、10連だけやります。本当はこのアカウントたち、サブアカはあんまりいつもならやんないんですけど、やっぱサブアカ出るなっていうね、なんかそんな予感ありましたね。じゃあ、虹いきます。せーの、ポン。まあ、このイベント初ガシャだからね。頼む！おー！いいね、バリカタ来てくれました。でもメインアカで来ないんだよね。なんでこんなサブアカって運がいいんだろうな。あの30連は何だったの。まあ30連で言ってもしょうがないんだけどね。あらー、すごい。はい、ということでラッキーミーということでね、ちょっとミッションも
増えたはずなんでね。これで、そうなんだよ。サブアカもなんかうまいこといけば、ああ、これあれだな。漢方使わなきゃよかったな。蜂倒すのに漢方使っちゃったんだよな。あ、違うな。このアカウント使ってないか。このアカウントまだ7までか。じゃあ使ってないや。3番目のアカウントだ。使っちゃったんだな。ということで、バリカタゲットですね。これ必殺技超強いので、デカプに4つ作りっていいよね。で、これで、チクチクもね、結構、はい。デカプに降ってくるがでかいので、チクチクやっても、ゾンビ作戦やってもね、多分必殺ゲージ溜まると思うんだよね。なので、特攻なし攻略じゃねえや。漢方をそんな使わない攻略が、結構10まではいけんじゃねえかなっていうね。無課金ね。なんで、これは非常に、ありがたいです。邪神カチカチと大神官カタイが魂を融合させて実体を得た姿。カッチカチの世界を作るべく、より固く強固に堅牢に全てを超越したカチカチ。あのカチカチイベントやった時すごいと思ったけど、まあぶっちゃけあんまりもうやりたくないけど、なんかね、久々にやってみたい気持ちも、なんか、でも 10% ぐらいしかないかな。10% ぐらいあるかな。カチカチのスキル2がさ、さっき見たかったのそれだったんだ。カチカチのスキル2がこれだな。はい、これはもう思いっきり限界突破させたいと思うので。いいね、スキルももうぶっ込んじゃって、前回ね、スキルいっぱいゲットできたので、サブアカでもね。はい、こういう時にスキルぶっ込んで、ちょっとぜひね。いいね、助かるぜ。これちょっといいな、ありがたいな。これで8とか倒せそうだね。はい、じゃあ3番目いきましょうかね。いいね、スキル使って、もうね、 G もね、 G はあんまりゲットできなかったんだよな。でもなんかもう3個ぐらいやっちゃって、ちょっともうスキルもいっちゃうかな。で、必殺の秘伝書もね、あの前回サブアカーですけど、これいつもおはじき用に取っといてるんですけどね、これもねぶっこんじゃいたいと思います。限界突破ね、ぜひしたいですね。はい、じゃあ3番目いきましょう。いいね。はい、これ3番目のアカウントで、これは8までいってんだな。で、これが漢方落ちたのかな。あれでも2個しかないから違うのかな。まあいいや、はい、まだ交換はしてないんだけどね。8までいきます。8の時1個使っちゃったんだよね、このアカウントは。特攻なしでやったけど、いきましょう。クリアできるとか考えなかったな。よいしょ。バカズキンチャンス狙うか。いやー、でも何なんだろうな。お、バカズキンだ。来た、バカズキンチャンス。さあ、さっきも E ランクからの。でも今回ね、このサブアカたちは基本的にレベル上げにワイポイント使いたいんだよな。そうだよな。そんなにいいことばっかり続かないね。さあ、金来ます。せーの、ドン。はい、という感じでございました。まあいいんじゃなかろうか。あ、ダンドリーだ。でもダンドリーって限界突破マックスでやったんじゃなかったっけ。はい、じゃあ、あ、今回ダンドリー含まれてんだね。いいね。ダンドリーいるのいいなぁ。あれ今何やってんの。あ、いいんだ。レジェンドもいるんだ。なんか今回の SS、ちょっといいですね、中身はね。はい、ということで、今回バリカタ1アカウントだけゲットとなりました。一応基本的にサブアカちゃんはおはじきのためにやってるので、とはいえね、今回、プニカミの間が来た時にメインアカウントで暇ができるので、だからそのね、30分待つよりもサブアカいじってるっていう感じかな。はい。で、今回いい機会なんでね、吹雪のね、レベル上げとか、やれればなと思っておりますね、サブアカたちはね。で、あと意外に
そう、前回のイベントでこいつ強えなと思ってた義経か。ダメージを受けた時ワゲダゲージアップするってすごい。あ、そっか、溜まった状態でスタートでダメージ受けて技ゲージアップだから、なんか勝手に必殺が溜まるんだ。なるほどね。はい、という感じで、まあ一応ね、特大特攻も来ると思うので、まあ特大なんか漢方を使うのは特大特攻を使ってか、あ、来てからでもいいかなっていうね、そんな感じはしますかね。まあちょっと来ないかもしれないですけど、なので土日まで待ってもいいかなっていうね、はい、そんな感じはしておりますね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、まあ次、レン君の超アップだから、レン君の特大特攻が先に来ちゃうかもしれないけどね。どうなんでしょう。はい、じゃあすいません。またお会いしましょう。さよなら。まあ、レン君は当たんねえからな。結構ね、確率は良かったんだけどね。なかなか。まあでも引っかかりましたかね。